続いては先制タイムリー含む4安打、大島亮平。そして待望の今季初勝利、吉見和樹。放送席、連勝のドラゴンズ、今日は投打のヒーロー3人にお越しいただきました。吉見和樹投手、そして大島洋平選手、平田良介選手です。まずは今シーズンの初勝利、吉見和樹投手にお話を伺います。まずは今シーズン初勝利の感想を聞かせてください。はい、ありがとうございます。そうですね、勝つのって難しいって分かっていたんですけど、やっぱり難しいなと思いました。はい、2ヶ月ぶりの登板でしたが、この2ヶ月間はどんなことを考え、そして今日はどんなことを思ってマウンド上がったでしょうか。はい、気持ちだけは切らずに、いつも呼ばれてもいいように、コンディショニングだけは整えて、過ごしてました。そして今日は尊敬する金子投手との投げ合いともなりました。このあたりはどうだったんですか。はい、もうこれはもう運命としか思えなかったので、楽しみながら投げたいなと思ってましたけど、いや緊張のが強くて楽しめなかったです。ただそんな中でも初回三者凡退に終えて、あのあたりで少し気持ち的にも楽にはなったんではないですか。いや、ずっとふわふわしてましたよ今日は。はい、久しぶりに緊張して気張って、今もすごく疲れてます。はい、ただその中でも1失点、今シーズンの初勝利、皆さん吉見さんのこの勝利待っていたと思いますよ。はい、もうそれは、ね、反省するところあるんですけども、今日はもう素直に喜びたいなと。はい、あとはもうこんだけ打ってくれて、キャッチャーの松井がしっかり引っ張ってくれたので、こういう結果だったんじゃないかなと思います。感謝です。はい、さあこの後は交流戦も終わってペナントレースへと入っていきます。次も吉見さんの力が必要です。次の登板に向けての意気込み聞かせてください。はい、もうチームに勝てるように、自分ができることに集中して、コンディショニングをしっかり整えてまた調整していきたいと思います。はい、2ヶ月ぶりの登板で見事今シーズン初勝利、まずは吉見和樹投手でした。さあそして次はダムヒーロー、4安打2打点、大島洋平選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは貴重な先制タイムリーとなりました第1打席、あのバッティング振り返ってください。最初の打席もね、同じような場面で回ってきて、結果が出なかったので、いつも吉見先輩にはご飯おごってもらってるので、なんとか恩返ししたいと思って必死に打ちました。その吉見先輩の思い出も今日の4安打につながったということでしょうかね。そうですね、いつものご飯代がここに生きたと思います。さあそしてチームを勢いづける4安打目もタイムリーとなりました。4安打、非常にバッティング好調ですね。ここ何試合かね、いい場面で、なかなか打てなくて、チームも、乗り切れなかった部分がありますけど、昨日今日といい形で、つながってきたので、この勢いをまた、明日からも続けていければいいなと思います。さあそしてもう一つ今日4安打打てた理由、今日はガールズシリーズ、大勢の女性のお客さんもいらっしゃってますが、その女性の声援というのは大島選手にはどのように届いてましたか。そうですね、あんまり僕のところにはないかもしれないんですけど、たくさんの声援が力になって、嬉しかったです。ありがとうございます。いやいや、そんなことないですよ。大島さんのところにもたっぷりと声援届いてたと思います。では改めになりますが、明日以降に向けてのバッティング意気込み聞かせてください。本当ですね、チームに勢いつけれるようなバッティングをこれからも続けて、明日も、勝って交流戦締めくくりたいと思います。おめでとうございました。大島洋平選手でした。さあそして復帰後初タイムリーとなりました平田良介選手です。ナイスバッティングでした。
ありがとうございます。皆さんがこの平田さんのタイムリー待っていたと思いますが、あのバッティング振り返ってみていかがでしたか？すごくうまいこと打てたと思います。前の打席金子さんにやられまして、同じ対戦相手のチームに、連続でやられたまるかと、倍返ししたろうと思ってました。そして今日は内野安打もあり、そしてホームへの激走もありましたが、もうそのふくらはぎの怪我というのは心配ないですか？はい、もう怪我の方はもう全く問題ないです。大丈夫です。ただ、疲れました。その疲れを吹き飛ばす平田さんにも女性の声援というのは今日は多く届いていたのではないですか？そうですね、おそらくこの球場で一番僕が女性の声援多かったかなと思います。さあ、連勝で明日いよいよ交流戦締めくくりとなります。明日までガールズシリーズ続きます。今日大勢の満員御礼となりました名古屋ドームのドラゴンズファンの皆さんに向けて最後一言お願いします。やっぱり満員の中で、プレーできることがすごく嬉しいです。その中で明日も、満員になっていただけたら嬉しいなと思います。明日も満員の皆さんの前で、最高の試合を見せたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。今日のヒーローは平田選手、大島選手、吉見投手でした。放送席どうぞ。